K 巡りは、京都市交通局、京都バスと近畿日本鉄道が、年末年始期間を除き共同で発行している1日、乗車券である。奈良方面から近鉄線を利用し、京都市を訪れる観光客向けに発売しており、発売期間内の任意の1日間で利用できる。近鉄線内の指定区間と、京都市内の地下鉄、バスの指定区間が、乗り放題のセットとなっている。 乗車券は磁気カード式で、券面には京都の寺院の写真が配されている。発売期間は各年ごとに区切られており、おおむね成人の日の翌日から12月の最終日曜日まで発売。利用日当日に乗車券を提示すると、京都市内の観光施設などで優待を受けることができる特典がある。また、近鉄京都駅、近鉄丹波橋駅でも発売しているため、 京都から奈良方面への観光に使用することもできる。2020年現在、近鉄線内の特急は別途特急券を購入することで利用可能。軽巡りのエリアに加えて以下の区間もフリーエリアとなる。なお、田原本線問い駒ケーブルは全線フリーエリアに含まれていないため乗車不可。2020年現在、すべて大人のみの設定である。 発売箇所については公式サイトを参照。ありがとうございます。